国長寺の鐘は、東京都中央区に鐘が現存している時の鐘であり、鐘が東京都指定文化財である。また、本国長寺の鐘とも言う。時の鐘の説明石非江戸時代の時の鐘は、最初江戸城に置かれていた。その後、徳川秀忠の頃、1626年に、時の鐘を辻元七が本国長三丁目に移し、主労堂を建てた。その後、 1710年に起こった火災で主狼などが消失し、現在の時の鐘は1711年に作られたものである。高さは1.7メートルで、口径は93センチメートルである。また時の鐘は、自社の鐘と違い、公費で運営していたので、時の鐘が聞こえる約400兆の範囲から、鐘付き量を徴収していた。鐘を鳴らす基準となる時間は、 江戸城からの太鼓の音を基準にしていた。また、与佐武村は、時の鐘の近くに住んでいた。明治初期に、時の鐘は廃止され、1930年に鐘が十思え公園に移される。その後1953年に、東京都指定文化財に指定された。現在の首楼は、鉄筋コンクリート造りである。また、現在は、大晦日の見鐘が疲れている。 国庁寺の鐘、中央区観光協会、2004年9月4日時点のオリジナルよりアーカイブ、2016年9月7日閲覧、ありがとうございます。